皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日は折りたたみノコギリ、高木のシャークソー180ミリですね、こちらをご紹介したいと思います。折りたたみノコギリ持ってたじゃんと、私の動画よく見る方は思うかもしれませんが、こちらは180ミリ、以前買ったポケットボーイは130ミリ、使い勝手が違います。やっぱりね、なんやかんや使えないことはないんですけど、使いにくいので、このサイズで今度は、メーカーも変えて全く別のものにしてみました。では Amazon カラー、2023年5月中旬現在、価格はマイナス 8% で2498円、参考価格は2728円になっておりますね。はい。で解説欄、焚き火用の、薪、生木の切断に、アウトドアの雰囲気を出すパラコード付き、かっこ60センチスネークノット結び、はい、カラビナも付けられる形状。で、刃の材質が SK-85 で、ノコの厚みが 0.8 ミリ。で、切り幅っていうのかな、溝幅が、1.1 ミリプラスマイナス 0.05 ミリ。で、刃渡りが180ミリ。で、刃のピッチが 3.2 ミリ。で、刃先の処理が、衝撃焼き入れ。で、刃の表面加工、加工処理がフッ素コート。で、形状がカーブ。このカーブっていうのがですね、結構重要でして、ストレートよりカーブの方が切れやすいよっていう意見がかなり多いんですね。なので今回はカーブをチョイスしてみました。評価がかなり高めですかね。152件。星5個中 4.5 個という高評価の部類です。はい。よく切れるよっていう評価が多いですね。うん。では、商品の方を見ていきたいと思います。はい。まずは、こういったパッケージに入ってました。かなり光沢があるのでね。で、中見てみると、ちょっと、照り返しがすごいのでね、中の、この紙だけ取っちゃいます。で、巻き、生巻き。まあ、説明通りですね。滑りにくく力の入るオリジナルソフトグリップ。これ、ゴム製です。で、2段階の角度切り替え。で、槍がつきにくいフッ素コーティング。はい。ということですね。ここら辺はポケットボーイと一緒ですよね。2段階。切りやすいですよね。で、先ほど申し上げたのがこれ。まあ、必要とあらば一時停止で見てください。あとは注意事項ですね。はい。で、カラーがオリーブとなっておりますが、見たところオリーブしか出品がありません。ここにも説明書きがあるんですね。買えば、あ、そうですか。買えばね、つけるときには、こんな感じでつけてくださいよってことなんでしょうね。凸凹、凹凸があるので、そこをしっかりはめてっていうことなんでしょうね。うん。木目などが気にして垂直になるようにってことですね。木目とノコが垂直になるように、うん、まあ切ったことない方にはそれは分かんないか。はい。焚き火台、スパッタシート、スパッタシートっていうのは、あの焚き火シートですね。はい。では本体を見ていきましょう。スパッタシートって、あの溶接工の人も使うからね、スパッタシートって言い方多いですね。はい。まずはグリップ、全体的に、これは、一応ですね、これはもう、この部分、ほんと完全なゴムなんですよ。で、カラーがオリーブなんですけど、ハンディカムでは若干濃いめの焦げ茶に映ってますね。そうだな。まあ、オリーブって言ったらオリーブですね。オリーブドラブとは違います。オリーブです。はい、茶系ですね。ベージュがもっと濃くなったような。ちなみにこの下地はベージュです。はい、それと比べてもらえればわかるかな。うん、この色に近いよっていうのはちょっと言い表そうかと思ったんですが、なかなか見つかりませんね。で、ここがもう、あのスチールで金属になってるんですが、この部分が、そうですね、
どこら辺までが入ってるようなそんな感じかな。こういう風に来てんのかな。まあ、ここはね、この部分はこう柔らかくてこういうふにゃ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 するんですけど、ここはなんか芯が入ってそうなそんなイメージがあります。あ、ここまで来てんのか。これスチール見えますよね、ここにね。だここまで芯が通ってんのかな。はい、まあカラビナもそうですね。こんだけでかければカラビナそりゃ入るよね。ただパラコードは自分の趣味ではないので、これは変えますね、緑色に。なんでこのカラーを使ったんだろうって感じがしますちょっとこれはあんま趣味じゃないな、このカラーは。はい、でここが前回と同じようにスイッチになってるんですね。で普通の状態でスイッチをした状態から角度が変わる。まあまっすぐ床に置いた時にこの角度があるとないとでは全然違うんです。このノーマルの状態で床のものを切ろうとするとやっぱりぶつかってしまうんですよ。なので一段階こういう風にね、グリップをこういう風にすると、まあ、切りやすくなります。それでなくてもカーブかかってますから切りやすいんですけどね。はい、で刃はこんな感じ、こういう形状ですね。シャークソウ、1866年メイドインジャパン。やっぱこういうものってメイドインジャパンって信用を受けますよね。で高木さんってかなり有名なブランドなので、そこら辺からしても安心できると思います。はい、ここにもね、ただの鉄ではなくてこれもゴムがかぶせてあるんですね。しっくりきます、操作性も。で畳むとこうで、この時に畳むのにこう指を置いたままだと挟みますから、ここは注意してください。でちょっとね、場合によってはあれかな、このぐらつきがあるとしっかりこの溝にはまらないで噛んじゃうのかなと思ったんですけど、まあそこら辺は大丈夫かな、ぐらつきはなさそうですね。うん、あ、ちょっと当たるかな。ものによってはちょっとこちら側にこう当たるかなって感じ今しましたね。あ、そうですね、僕のものの場合はこちら側にちょっと、極端に言うとこちら側にちょっと曲がってますね、これね。うん、ちょっとこう直してみると、まっすぐね、純粋に落としてみると、私の場合はこちら側のゴムにここ今接触してるんですね、当たってるので、まあここら辺はちょっとこう直してあげるといいのかなと思います。まあ不良品とか言うんじゃなくて、これは癖なのかな。ここですね、おそらくこいつが原因になってますね、このワッシャーというか。うん、まあ、ここら辺は、あ、ここちょっとぐらついてるか、パタパタ言ってますよ、ちょっとぐらついてますよね。こっちまで来るとわかるか、ちょっとバタバタバタつき、ぐらつきが閉じた時にありますね。はい、まあここら辺は問題ではない。そして今回、買うきっかけになったのが、ちょっとこれもじゃあ開いとこうか、ちょっと危ないけどね、開いときましょうか。きっかけになったのがこんな感じのもの、だいたい太さ幅ね、薪ってキャンプ場によって細い薪を売ってるところとか、そのまま切り出したものを売ってるやつとか、いろいろあるんですよ。で細いね、こんな細いタイプのものを何十本とまとめて売ってるところには、正直まあ、ほとんどぶった切るぐらいしか使わないんですけど、ノコは。でもこういった太さのものとかをミニマムな、特にミニマムなね、まあ焚き火台使っていらっしゃる方、僕みたくね、この太さの薪って結構きついんですよ。なので、まあ、長かったらそのままノコで切ってから斧で割るみたいな作業が必要になるんですが、だいたい目安として7、8センチ、まあ、10センチぐらいのものもあるんですけど、場合によっては。はい。5センチぐらいまでだったら、130ミリ、ゴムボーイ、ポケットボーイでも大丈夫なんですが、だいたい7センチから10センチぐらいの幅のものを、130ミリの5、これ、今パチンって開いて分かったけど、この
ポケットボーイは固定がほんとしっかりしてるよね。ぐらつきないもんね、全くね。あ、でもここに来るとやっぱりちょっとバタつきはあるのか。うん、でもここら辺がすごくしっかりしてんなって今開いた瞬間に分かりましたね。この幅、行ったり来たりのこの幅がね、もうこれしかできないんですよ正直。まあ極端に言うとこっからここですからね、張ってね。うん、7、8センチのものを切ろうとするともうここ行ったり来たり行ったり来たり、これってかなりの労力なんですよね。に対して、今回のシャークソー180ミリの場合はここまでの余裕があります。かつカーブが R がついているので、これかなり切りやすいんですね。こんだけの差って思う方いらっしゃるかもしれないですけど、こんだけの差がね、あの疲れに響きます、労力に響きます。もう見るとね全然違いますからね、長さね。握ってみるとこんだけの差ですよ。グリップもやっぱりこちらの方は余裕あります。手が大きい方は特にしっかり馴染むと思います。こちらの場合はね、ギリギリ、まあ僕もそんなに手は大きい方じゃないんですけど、ギリギリ握れるかな。でもここね、こういう風に膨らんでるから、できればこうかな、こう膨らんでるとこ握るんじゃなくてこうかなと考えると、本当やっぱギリギリですよね。に対してまあこっちは余裕ありますから、こうやってみると握る幅、握るこの長さの余裕も全然また違います。で、切る長さももちろんね、刃渡りが違うので、こちら一旦使ってみた方、やっぱりねこれじゃちょっとって方がかなりいらっしゃるんですよね。ただ切れないことはない、で携帯性もすごく抜群だからこっちって言ってる方もいらっしゃるんですけど、かたくなにこれにこだわる必要はないかなと私は思います。はい、やっぱりね、サクサク切ってサクサク切断してすぐ火を起こせるって方が自分的にはいいと思ってるので、こちらですねおすすめします。はい、では切り比べしたいと思います。まずは今まで使ってたやつですね、ポケットボーイから切っていきたいと思います。切れ味はまあ全然いいんですけど、いいんですけど、往復の回数がいかんせん多いので疲れやすいのかなと。で今回のシャークソー、あ、切れやすい。切れ味的にはですね、そんなに切れ味的にはこっちをめちゃくちゃ摩耗してるわけではないので、切れ味的にはこっちも新品だしね、変わんないんですけど、このストロークの回数が少ない分こっちの方が楽、疲れづらい。でこの R がついてる分かな、こっちはストレートなんですけど、こっちは R がついてるので、この感じでしょうかね、すごく切りやすいです。はい、こんなに楽な、こんなに違うんですね。おー、だいぶ楽、本当に楽。おー、今度からやっぱりこっちにしよう。すごく使いやすいです。うん、でグリップもね余裕があるんですよね。こっちはね、握った時にちょっとやっぱ狭い、この幅は狭いので、こう握っちゃう時があるんですよ、力入っちゃうと。そうするとこれが外れちゃうので、こちらの方は柄が長いから、グリップが長いから安定して切りやすいです。はい、特にそこまでミニマムにこだわらない人だったら、こちらの方が使いやすいかもしれないといった感じで、本日は、折りたたみノコギリですね、高木のシャークソー、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。